ます、はい、アシスタントはいつも通りマッチョ天狗マンでございます。よろしくお願いします。ということでですね、はい、GTG テレビショッピング、はい、人をお呼びしないと始まりません。そうですね、はい、バイヤーの田川寛太さんです。どうもどうもどうも、皆さんこんばんは。田川さん、田川寛太です。よろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんね、はい、どんなものが出るか楽しみにしてますからね。今日もですね、はい、本当に皆さんが喜んでいただける商品を持ってまいりました。素晴らしいですね。マッチョ天狗マンさんもあったんですか、はい、よくご旅行とかしますね。あ、はい、そうですか。そうですね。大体どこら辺の方、基本的にナスとかですね。ナスですか。私どもですね、はいはい、ガチシリーズというものをやっておりまして、はいはい、6年間ずっと続いたんですけれども、はいはい、一番トップの人間がもう飽きちゃいまして、はい、ガチリーズが急遽終わってしまいました、はい、なるほど。でそこでいつもですね、はい、ガチリーズを見ていただいている方に、はいはい、言われていたのが、はい、ぜひ一度、うん、ガチを一緒に行きたいと。なるほどなるほど。いうようなご要望がいっぱいあったんですけど、はい、なかなかね、はいはい、一緒に行きますと、はい、インチキだということがバレてしまいました。なるほどなるほど。なかなかそれをですね、ね、できませんでした。お店できないですね、はい、それから不意に終わってしまいましたので、はい、今回、はい、私ども、はい、GTG テレビショッピング、はい、私バイヤーがですね、はい、もう練りに練りまして、はい、旅行の商品を本当ですか、まあ、皆さんにご紹介していただきたい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。素晴らしい。まずですね、はい、今回のこのイベント、はい、まず私ども GTG ガチシリーズのチームがですね、はいはい、トークライブを、まだ終わってから何もやってないんです。やってないですね。でガチシリーズでまだトークライブやったことないんです、はい、そのトークライブをまず皆さんに聞いていただこう、はい、なるほど。おー楽しい。動画を見せつつもできます。おーそうですね、はいはい、そういう解説付きがまず一つ、はいはいねはい、そしてもう一つ、これが最後の、ね、特典なんです、はい、もう皆さんお待たせいたしました、はい、我々3人、はい、ガチーズチームと、はい、皆様と、はい、一緒に、はい、なんと心霊スポットに行ってみるのはいかがなもんでしょうかと。これはしたね。そんなことできるんですか、高尾さん。いや、そこをなんとか皆さん一番トップの人間に、はい、言いまして、はい、まず片間城本が、はい、あ、それいいじゃない、儲かりそうじゃないなるほど、OK、儲からないかもしれない、まあ、ただですね、あとはやらない人間が、あ、いいんじゃない、なんでできるんだろうっていう形で考えておりますので、はいはい、まあ、ただですね、はいはい、高さん、はいはい、そうは言ってもですよ、はい、いいですよ、トークライブするはいいですよ、はいはいはい、ね、心霊スポット行くのはいいですよ、はいはい、もう宿の方がちょっと、そうなんです。だいたいこういう時はですね、はい、タコ部屋に掘り込む、なるほど、ね、もしくは2段ベッドが4つあるところに掘り込む、はいはい、もしくはなんかよくわかんない、あの座布団で寝ろみたいなしますが、はい、私どもガチシリーズで一度紹介させていただきました、はいはい、ナスでも一二を払って、はい、宿泊先はまさかサンバレーナス様、おお、ご用意いたしました。サンバレーナス様をご用意いたしました、はい、なんとまだまだまだ間違う、はいはい、夕ご飯朝ご飯ついております。おお、素晴らしい、ご褒美でございます、ね、お風呂は西原入っています。おお、はい、まあまあまあ完全な温泉です、はい、そして今回、はい、こういうイベントの時は、はい、だいたい4人部屋に惚れ込んだりとかする、だいたいそうですね、言っても、もう初めての人とか嫌じゃないですか。そうですね、初対面ね、初対面、はいはい、もう、うん、全部シングル、おお、全部シングル、他の、はい、イベントのこういうイベントだと基本的にシングルの場合は8000円プラスとかですが、お値段据え置き、はい、そのまんまでございます。ただ、はい、今日あの人とやりたいとか、はい、ちょっとそういうのがあった場合は相談していただくとか、シングルがついになってもしかしたらトリプルになるっていうような形でサンバレーナス様をご用意いたしました、はい、素晴らしい、はい、ただですよ、はいはい、ただですよ高橋さん、はいはい、言うてサンバレーナスさんですよ、はいはい、ね、で我々のトークライブもあるんですよ、はいはいはい、心霊スポットも行きますよ、もっと行ってよろしいですか、心霊スポットまでの足はサンバレーナス様がご用意してくれたバスで行く、おお、
ってくるとバスが用意されたわけですね。となってくるとですよ、はいはい、あとねバイキングもつくわけじゃないですか、うん、最高ですね、はい、お値段がちょっとそうですね、一番気になりますね。そうですね、高いですか、はい、ちなみにドキドキしますね。ちなみにですね、はい、わかりました、他のビジュアル系のバンドの、はい、ね、ギタリストの方とか、はい、そういう方たちがこうイベントしてます、はい、だいたい1泊2日、はい、ね、それもアイデアですよ、2回、はい、6万5千ぐらい、あー、あー、そこそこしますもんね、はい、そこですね、はい、私とも、はい、そんなにいりませんので、はい、3万8千で、おお、まあでも、ね、全然反応ないですね。まあでもそんなもんなんですかね。そうなんですよ、このご時世3万8千でちょっと高い、高いですね、もちろんです、ね、はい、それだと普通のタレントと変わりません、ね、はい、なので私頑張りました、ほう、3万5千で、おお、3千円マイナス、待ってください、林田さん、おっと、まあ、まさか、うちのトップが話しました、本当ですか、はい、極悪ダブルドンツートップが、ツートップが、うん、はい、それ取り過ぎじゃないって話になって、いや私がそうですね、いやでもね、ということで、はい、なんと消費税、はい、その他入湯税とかいろいろあるんです、はい、ですよ、それは私どもが持ちます、おー、なので、はい、総額、はい、3万2000円でいかがですか、1泊にして2日に食事、はいはい、さらに、我々のトークライブ、はい、みんなと一緒に心霊スポットに行って、はい、全て込みで、もう一つあるんです、何ですか、その実はですね、はい、ガチシリーズ、はい、ね、みんなで行きました、はい、その後、うん、皆さん懇親会という形で、はい、サンバレーナさんが部屋を用意していただきました、うん、終わった後はそこで参加していただいてもよろしいですか、なるほど、その間私どもガチシリーズファイナルを撮影します、はい、で帰ってきた時に皆さんも一緒にガチを締めるという、いやガチシリーズ本当の本当の最終回に皆さんが参加できる、で、はい、顔を映りたくない人はお面を用意してください、はいはいはい、それは各自でね、はいはい、ということで、はい、商品番号59番、はい、ね、結構59番ペアですね、59番、はい、ジリジテレビ職人結構長くやった、うん、58番目はガチ派なんですあれ9万5千円ぐらいで、はい、59番目、はい、商品番号59番、はい、ガチシリーズ1泊2日の那須旅行、はい、ね、ガチシリーズファイナルの、はい、皆さんぜひですね、はい、東京06、はい、っていうような感じなんですけど、はい、ぜひ皆さん振るって、はいはい、振るって参加していただければ、よろしくお願いします、皆様からのお電話お待ちしております。行きはまだどっかに漂ってるんですよ。だからあの下にいるんですよ。おお、おお。この前もここら辺で確か呼吸が聞こえたんだよ。人がいる？俺以外で誰かいる？ちょっと待ってよ。こいつらが腐ったべ。やべ。もう体中がね、その。はい。始まりました。田川寛太の大冒険。田川寛太の心霊大冒険、田川寛太の心霊スポット大冒険、どうでもいいわ田川寛太の怪奇大作戦、どう、田川寛太の怪奇大作戦なあ、なんか聞いたことあんな怪奇大作戦それはどうかな、怪奇大作戦、心霊大作戦、ダラリラダラリラダラリラララララって言うとね、どんだけの人が今僕がこれ歌って、何なのか分かる人がいるんでしょうね、
皆さんこんばんは、高川太でございます。おかげさまでですね、新番組2ヶ月目に突入いたしました。2ヶ月目、もうしてるんだよな、あれなんだけど、評判というかそれはいいんですけれども、そりゃそうだよね、行くたんびになんか大きくからね。なんだけれども、数字が思った以上に伸びねえぞこの野郎みたいなね。で、僕は初心に帰ると言いましたんで、初心に帰ってですね、いろいろコメントを見るようにしておりますね。でコメントを見るとですね、なんで有料のコメントはガッと上がるのに無料部分は100いかないんでしょうね。あれ意味がわからないんだよ俺。無料の部分が50ぐらいでね、で有料だと100超えるって言って、もう普通逆でしょって言って、絶対的に見る人間と買ってくれてる人間だったら買ってくれる人間の方が少ないわけでね。本来なら無料の方が多くて有料の方がコメントは少ないって言うんですが、うちは逆転現象が起きましてね、ぜひ無料の方もですねコメントしていただかないと、やっぱりそのコメント数で盛り上がってる盛り上がってないっていうのを判断されたりとかしますのでね、もうちょっと皆さんがなんかいろいろ書いていただきたいなと、思ってるわけしてあります。あとは何でしょうね、てんちゃんの足元にも及ばないとかね、そんなん書くとさすがにカチンときますんでねそこの部分はちゃんと考えろよこの野郎みたいなね、話なんですけれども、まあ今のところ面白いもの撮れてるんじゃないかなと。で、今はその怖い場所といいますかね、まだ地方に行っておりませんので、これで地方まで行き始めるともっとあれなんですけど、ただなんていうか、もう一人でやる方がなんかいろいろ起きてしまうというのが腹立たしいというかね、ちょっと考えたんですけど、やっぱり集中力の問題かなっていう、で、やっぱりその一人で行く時の集中力、で何かが起きる可能性があるという話なんですけど、まあ起きてほしくないと思いますな。で、今日はちょっと昼間から動いてるんですけど、まあ昼間って言ってももうこれ実はもうね5時近くなんであれなんですけど、今日はちょっと、まだいろいろありまして、やらなきゃいけないこといっぱいあるわけでございます。で怖い場所というのでね、いろいろこだわるとですね、やはりその何と言いますか、動く時間も限られておりまして、今日はこの時間帯から動かさせていただいて、この後いろいろまた仕事に関わらせていただきたいというので、ちょっと明るいんですけども、早い時間に行っても嫌なところが変わりもございませんので、そこの部分は安心いただきたい。なんでこの時間帯にやらなきゃいけないかと言いますと、この後にいろいろリハーサルだとかなんとかっていうのが結構ありましてね、 Z&バンドは年内もうないんですけれども、まずもうイベントが目白押しでございます。これを配信してるときは明日だね、明日、11月12日ピン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 か、そうだな、ピン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 だね、それで覚えていただきたい。11月11日の日曜日でございます。ワイルドサイド東京ね、もう私どものなんかホームになっておりますけれども、そちらでアニロックヘッドロックね、てんちゃんと吉野バンドでございますディキシーズのね、主催イベント、私が参加することになりました。で、まあいろいろやろうとは思っては、いるんですけれども、いつもと違ったね曲構成でいろいろ考えておりまして、私もアニソンを2曲ほどやらさせていただくことになっております。まあ今週どっかでね、その告知用にですね、ピンポンダッシュもやったと思うんですけど、まあ明日になります。ぜひですね、明日でも間に合います、チケットは。遊びに来ていただいたらですね、一緒にアニソンを歌いましょう。何を歌うかは来てのお楽しみというか、多分もう発表してます発表してますね、ピンポンダッシュで、告知ね、放送で何を歌うか決まっておりますので、ぜひぜひ皆さん一緒に歌いに来てください。まあ、でも2曲はちょっとね、本当になんかカバーみたいな感じなんで、ちょっと
あれですけど、まあ頑張っていきたいなと思っております。そして、12月15日ね、ガチシリーズファイナルトラベルツアーね、あなたも一緒に心霊スポットというね、イベント、もう今週もね、しょこりもなくまた今あの告知放送やっておりますけれども、ね、ちょっと値段が張るんですが、おかげさまで、問い合わせがものすごくて、おそらく、面白いものになるんじゃないかなと思っております。ちょっと値段が張るんですけれどもね、ガチ最後の、ガチシリーズ皆さんと行きましょうと、いうような形になっておりますので、ぜひですね申し込んでいただければこれが幸いと、いう話はなっております。まあイベントは年内こんなもんなんですよね。ただその一個一個が重いですね重いですね。昔はイベントなんてやんなかったからね、やっぱりね集客ってほんとしんどいでございますね。あれなんでぜひ皆さんですね、この2つのこの年内のイベントぜひよろしくお願いいたします。来年はね結構面白いことをいろいろ考えておりまして、まだね今頃になって来年をやると鬼が笑うと言いますけれども、来年はですねなんと来年はなんと、関西方面にですね私どもが、結構お邪魔するんではないかなというような、話がいっぱい出ております。まだトークショーね、私関東中心にやってるトークショー、あとはね、誰かコンビで組んでトークショー、そして Z&バンドの方もですね、関西についに進出するんではないかなというような形があるんで、関西圏ね、まあ、関西の方面でもいらっしゃる方はいらっしゃるんですけれども、ね、それでも遠いなって行けないなっていう人は、来年はちょっとアクティブに動けるんではないかなというふうに思ってるんで、ぜひですね楽しみにしていただきたいなというふうに思うわけでございます。でちょっとね、先週はちょっと大阪に帰っておりまして、田川パパの一周忌でございましてですね、一応私長男でございますので、いろいろ仕切んなきゃいけないというので、何日間か大阪にずっとおったんですね。ほんでこの頃体調がいいのかね、車で行ったんですけれども、前回大阪行った時本当もう辛くて辛くて、もう休み休み、睡眠取りながら睡眠取りながらって言ってももう疲れてフラフラというような話なんですけれども、なんだかかこれ、あ、びっくりした、もう赤いのがここにピャッとついて怖っっていうような話だったんですけども、くったくただったんですけどね、今回なんかやっぱり薬が効いてきてるんですかね、ちゃんと薬飲んでますから、もうノンストップで大阪まで行けまして、でまあいろいろね、大阪でまあ一周忌のね準備やったり当日やったりとかしてましたんだけども、ちょっと僕こっちの大阪に残ることになりまして、で家族先に返してね、残ってやってたんですけども、その時に今年ワンニャン Z& バンドのライブで一緒に対バンやってくれた黒豚サウンズのワッキーと、もしあれだったらね、この前の、ライブのお礼もしてませんので、ワッキーちょっと夜会おうよみたいな話で、おう会おう会おうって話で、うちの近所でね、話してたんですけど、面白い話がありましてですね、なんかこの前ライブ出させてもらったんやけど、歌いながらそのファンの違うオーディエンス見てて、あれこの子どっかで見たことあるなっていうのがあったらしいですね。ほんで終わった後に、君どっかで会ったことあるよなって言ったら、はいって言って、私関西出身なんで黒豚サウンズ見に行ってましたって好きでって言って、あそうやんなって、で今は Z& バンドが好きで、来てるんです、はあ、そっかいなみたいな話でね。でそれ聞いた時にね、
あなんとなくなんですけど、これが男でも同じ感覚だと思うんですが、元彼と会って話してるみたいな感じがありましてまあ今は俺の女なんだけど、昔こいつと付き合ってたみたいなね、元彼と話してるみたいな感覚に陥りまして、非常になんかもうむずがゆいと言いますか、そんな僕まずないんですよ。なんか知んないんだけどね、別れたけど、その女の人が別れた相手と俺が会うなんて、そんな今まで経験もないですからね、元彼とかね、そういうの会ったことないし、もっと言っちゃえば今新しい人がそのなんか一緒にしてても、大体その元彼と言いますか、あ違う、元カノの彼氏とか旦那さんに俺ものすごい嫌われてるらしいんですよなんかみんな言うんですよね、まあこんな年、この年ですから、別にそのなんて言うんですか、もっと昔付き合ってた人とこうやって話してするなんて別に構わないわけね。ほら大体そういうのになって、何年かぶりとかね、そういうぶりに会った時に言われるのが、まあ僕大体あれなんですけど、田川くんとかね、田川くんのことをもう彼大嫌いだからとかね旦那さんはもう動画見てたらすごい怒るとかね、そんな感じですごい拒否られるからとか言うんで、その感覚がないんですよ。ねえ、なんでそんなに嫌われるんだろうっていう話なんですが、なんか嫌らしいですよ。嫌なやつらしいんですよ。まあそれはいいんですけど、とにかくですね、その感覚って、あこういう感覚なんだって言って、元彼というかね、そういうのと話すっていうのはこういうことか、悪くないなって言って悪くないなって、今度会ってみようかなみたいな、昔こいつのとやってたんだなみたいなのを言うと、なかなかそれはそれでみたいなね、変態なのかなっていう話をねしたんですよ、昨日ぐらいにね。だからね、ある人友達とねそういう話をして、その元彼とね話すような感覚でね、楽しかったので、これはこれでなんか燃えるねとかなんだかね言ってたら、俺ネトラレ属性というのがありますね。ネトラレね、ネトラレで興奮するという変態がいるんですけれども、その俺って実はそのド M なんじゃないかなと、そのネトラレっていうかね、そのそういうのに興奮するという、変態なのかなって言ったら、バーじゃねえのって言われて、お前ド M じゃねえよそれって言って、ほう、もう完全なそれはド S の発想らしいんですよ。なんていうのかな、俺はド M だと思ったんですよ、そういうのって。いやもうド S なんですって感覚が。それはなぜかというと、その自分のね、そのくっつき合ってる女性とか他の男とやって、でその時に、あ嫉妬とかそんなんじゃねえだろっていう、あ違う違うって言って、どっちがいいかって言ったら、当然俺の方が一番いいわけだから、最終的にはこっちが一番いいって言わせるのがいいかもねって言ったら、それもド M じゃなくてド S の発想だって言ってなんか俺ド S らしいです、なんか知んないけど。でいろいろ昨日テストを受けたら、もう承認と言いますか、もうド S 決定ですと言われまして、50いくつ受けてまして、僕はずっとド M かなと思ってたんです、自分のことね。どうやらそうじゃないらしくて、ド S らしいんですよ。はあそうですか、なんかそれって嫌だね。よく言うじゃないですか、男の人で俺ド S だからさとか言うのって、絶対嘘ですよ、だろ何がド S だよって言ってお前絶対ド M だろみたいなね、で俺みたいなのがやっぱり S なんだと思いますよ。全く自覚がないっていうのと、それに憧れを持ってない。なぜならそれは俺は俺だからみたいなね、そんな感覚ですからね。なんか縛られたい人、募集中でございます。
なんでそんなこと言うかっていうと、最近なんかフェイスブック見てたらこういうのがあるんですね。時間を売ります、30分いくらみたいなね、そういうなんかいろんなもので時間を売ってるサイトがあって、例えばその似顔絵を描きますとかね、30分ですとかね、そういうような形で結構な値段取ってんですよ、みんな。あの7000円とかね。おう、じゃあ俺も売るわって言って、おうね、俺と話できる5000、ね、1時間5000円とかね、そんなんで売れるんだったらいくらでも売りますよ。その後のオプションはいろいろお話してくださいみたいなね。あれでもう、もしあれだったら買ってくれますよ、本当に。そういう人が月ね、30人いてくれたらもう、まあ食うには困らない。食うには困らないって何ですかって話だよね。でも俺はそう思ってるんですよ。やれるもんならやれて。すごいとこ来てるな、俺。一人で。あれ何連邦になるの、あの山の場所的に。なんかもう完全に八つ墓村とかそういうレベルの話になっちゃうぞ、あそこまで。っていうか今こう通っててもう田舎ですもん。ここのバックの見たら分かりますよね、もうこれ。はあ、コメントの中でね、一個だけちょっとすげえカチーンときたのがあったんで言っていいですか。なんていうのかな、その課金が伸びねえなっていうような話をしてるときに、そのコメントで他のね心霊配信者は無料で同じようなことをやってるからそっちですよみたいな、他の心霊配信者も同じようなことをやってるんで、みたいな、そっちで。ほーんって言って。ねえ、なんか失礼だと思いません？あ、向こう素人ですよ、女の。ねえ、同じようなこととか言われてさ、素人と同じだって言われて、本当に。やめたっていいんだよ、みたいな。ねえ、まあ、あれですよ、本物の何、なんていうのかな、どう言ったらいいのかな、ワンダーコアってあったじゃないですか。ワンダーコアって言ってショップチャンネルみたいなね、そういうところでちゃんとやって、正規品っていうね、ワンダーコア、類似品っていっぱいありましたよね。でそれだとね1万ぐらい安いんですよ。ね、効果は一緒とか言って、ねえ、そんな言われてるような気分ですね。ねえ、失礼しちゃうわ。ということでね、まあ素人のが来たかったら行きゃいいじゃないですか。素人のいくら見たって所詮は素人のもんでしかないですからね、というような感じなんですけども、どっちでも難しいところですな、でもな、それはな。さーて、だんだん夜もね、これ思っ、ここの明るさよりもっと思った以上に外は暗いですね。どこだこれ、まだ言ってるけど、どこに行くかと言いますと、はい、皆さんお待たせいたしました。今日行く場所はですね、無名戦士の墓ね、私ども2度ほど、ガチで、ね、行かさせてもらっております。ただこの一人は初めてなんで、まあとにかく行ってみようと。前回はお経が聞こえた時があったと思うんだよな。あれが取れたかどうかわかんないんだけども、お経が聞こえたっていう、
あの後いろいろ調べたんですけど、そういうなんかシステムはないみたいですね。よくあるじゃないですか、近づいたら電気がついてっていう、そういうのなんかなと思ったんですけどね。おっとっと、ごめんなさい。この頃年なのはこういう判断が効かなくなってるのね。ピッって言ってどん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 おじいちゃんになっていくと思いますね。最近あんまりですね、成功とかサクセスっていう部分に焦りがなくなってきたのはそういうことだと思うんですよ。正味な話、70歳になって心霊スポット回ってるって言ったら俺絶対他がほっとかないと思うんですよね。ほなら、まあ、その時に食えるようになりゃいいかなみたいなね、そんな感じですけどもね。え、デッド&パンドも今だからあれかもしれないですけど、70過ぎてもまたデッド&パンドやってたら多分売れるような気がするんですよね。それまで頑張ってみるみたいな話ですよね。あと20年ですから。ありましたね。あと20年。20年耐えて、またあと20年というね。この発想はどこから来てるかというと、機動警察パトレーバーのね、オリジナルビデオ、OVA で、特殊二課来たへという前後編があるんですね。どういう話かと言いますと、要は、テロリスト、ね。要はその東京でクーデターを起こすテロリストの話なんですね。ほんでその後藤隊長がもう若い頃、学生の頃に知り合ったやつが犯人なんですけども、その時からずーっと準備してるわけですよ、クーデターを。約そうですね、20何年近く準備して、結局後藤隊長率いる特殊車両2課に、阻止されるわけです。でそれが捕まった瞬間に彼が何て言ったかっていうと、まあ生きてるうちにあと1回ぐらいチャンスあるさって言って終わりなんですよまあ生きてるうちに1回ぐらいチャンスはあるさっていうね。これってすごいと思いませんかね。30年近く練ってた、その何て言うのかな、計画がポシャった瞬間にそれが言えるってすごくかっこいいなというのは強靭な、ね、精神力ですよね。だからまあ見習いたいなっていうふうに思ってるんですけども、それはまだ僕も20代の頃だったんで、なかなかそういう域に達するのってありえないだろうというふうに思ってたんですけども、最近私もその犯人の年齢に近づくにつれ、それはそれでいいんじゃないのと思えるかもしんねえなと思うようになりましてね。死ぬまでにまたあと1回ぐらいチャンスはあるさっていう感覚になったら心がものすごい楽になりますね。チャンスはよく1回しかないとかなんとかよく言いますけど、あれは誰が言い始めたのか分かんないですけど、そんなことはねって言って、死んだら終わり、生きてりゃ何回もありますよそんなのね。大山康晴さんが言ってました、もうダメだ、死んだと思ってるのに生かされてると。もうこういう話だけで課金させてもらっちゃダメかねねえ、まあこんな話をする心霊スポット配信者がいるんだったら呼んでこいとにかくね、皆さん頑張ってください、書き込みも頑張ってください、本当に。早く地方行きたいというよりもね、またみんなでワイワイやりたいという悲しい、なんと言いますか再建に向けてですね、私は一人頑張っておるんでございます、ね。というあれなんですが、ということで私最近もうクタクタでございまして、本当にねゆっくり温泉にでも浸かりたいなと、いうふうに思いますし、ちょっとでもね、これが今度のアニロックヘッドロックが終わってもうさすがに脚本を書き始めなきゃいけなくて、それを書くのが大変、ね、書き始めなきゃいけない。でもちょっとさすがにノートパソコン買わなきゃいけないんじゃないかなっていう、ノートパソコンね。ほんでもうどこででもパチパチパチって書けるようにしとかないと、これもう間に合わねえって言って、家帰ってね、書くとかいうそんなんじゃなくて、もう空いたら書くみたいな状況にしないと年内2本書かなきゃいけないねえ、なので誰かノートパソコンちょうだい
ノートパソコン、あのね、貸してくれてもいいよ。うん、貸してくんねえかな、バッテリー結構あるやつで。で、ワードが入ってりゃいいんですよ、ワードが。うん、ねえ。で、女の子が貸してくれるんだったら、まあ、Wi-Fi なりそんなんついて、俺がエロ動画どんなの見てるかって教えてあげますから。で、あ、こういうのが好きなのねって、それで誘惑されたら俺なんか一発でコロリですよ。イボコロリですよ。チンコロリや、カンコロリですよ。ねえ、まあそんなんどうでもいいんですけど、本当にね、誰かノートパソコン貸してくんね？マジで。それを使ったらノートパソコン、それが終わったら人も、そんなにね、あの使うこともございませんので、うん、ちょっとノートパソコンあれどうなんだろう。よく Facebook とかで1万2000円とかね、1万3000円とか言って書いてあるけど、あれってどうなんだろう。結局バッテリーが20分しか持ちません、30分しか持ちませんだったら持っててもしょうがないからね。うん、バッテリーがそうだな、1時間なり2時間持つっていうような状況でワードが入ってて、キングソフトでもいいですよ別に、ワードが入ってて、まあそれだけあればなんとかね。うん、まあ、まあ、Wi-Fi 使えたらいいな。うん、ねえ、エロ動画見なきゃいけないからさ、休憩時間に。うん、だからそのワードとね、それが入ってれば、ぜひ誰か、俺使わないからこれあげるよっていうのでも構いませんし、貸してあげるよでも構わないっすよ、ほんと。もうね、ああいうのって余らないもんなんだね。あの、結構ああいうのって余ってる人いるのかなと思うじゃないですか。もう今はもう使わないんだけどね、これとかいうね。いやでも今は使わないんだったら全然大したことないんじゃないですか、スペック。いや、Core i5 入ってるし、1 テラ入ってるしね。いるとか言われたらもう3回回ってワン言えって言われたらクルンクルンクルンワンみたいな言いますよ俺は。うん、ね、っていうぐらいですね。ちょっとね、欲しいな。送ったりとかしないでよ、言ったからって言ってもうそれは禁止よ、うん、ね、え、でも欲しいな、ノートパソコン。ちょっと欲しいんですよ。11月のその中旬以降ぐらいからちょっと本当に書かないと間に合わないんでね、うん、ちょっと頼みますよ。ていうか、いや別にいい、それは。でもここにあのコメントで情報をくれ、うん、これぐらいのスペックで十分やれます、あとはこういうそのこのパソコン、このノートパソコンはあの十分使えますよっていうようなのを教えてくんないだろうか。うん、ね、よく激安とか言ってあるじゃないですか。あれも買ったはいいが、こんなん買うんだったらゴミじゃんとか言われるのが尺じゃないですか。でも、いや監督これなら大丈夫ですっていうのをね、ちょっとここのコメントしてくれりゃ、私はその URL をね、辿ってですね、見ますんで、教えてくださいよ。うん。ね。生放送配信できる。だったら完璧ですね。だいぶ暗くなってきました。これね、外皆さん明るいじゃないですか。まだ実はね、思った以上に外は暗いですよ。うん、やっぱりこのカメラっていうのはね、ちょっと明るくしてますんでね、明るく撮れるんですが、こんなとこ知らない。うわ、すげえな。まあとにかくね、埼玉でも有名な心霊スポットなんで、うん、
有名どころじゃない、トップクラスに有名というかね、あれなんで一人で行くんじゃないよね。前回は本当になんか大変な思いをしたのがある。結構覚えてないもんで、前回は確か義理のお父さんのお墓の前に出て助かったっていうのがありましたよね。でもなんでしょうね、疲れがピークに達してるのか、パチンコに行きたいとかね、遊びたいとか、そういうのが全く起きないですね。ゴルフがちょっとね、ゴルフやりたいなーっていうのはありますけれども、ほんとね、ぜひ皆さんもですね、ゴルフやる人がいたら誘ってくれませんかね、ほんと。ゴルフ行きましょうよ、みたいな言われてね。ねえ、その大きいお友達のとこ行けばね、いくらでもゴルフ行こうよって言ってくれるんですけども、やっぱりね、ゴルフ行きたいですよ。だからもう気楽に誘ってくれる人が欲しいね。あと下手ですからね。なかなか誘っても迷惑がかかりそうな気がします。さあ、ここがこれを左だよ。大阪にね帰ってた時に朝風呂にハマりまして、家族で朝風呂だとですね、400円で入れるんですよ。ほんでこれはいいなって、って言うんですけど、関西のお風呂ってほんとぬるいんですよね、お湯の量が、お湯の温度が。ほんで吉とね、大阪ロケ行った時も大体そういうところを中心に行ったんですけど、ぬるいなみたいな話でね、なんか入った気がしねえなみたいなね、あれなんですけど、やっぱり土地柄なんでしょうね。あんなに露骨にですね、露骨にというよりもはっきり温度の差っていうのの国柄を感じるのは大阪だけですね。それ以外はおばちゃんおばちゃんおばちゃんそこじゃないよ、おばちゃんそこじゃないよ、危ない危ない危ない、あぶなー、今おばちゃんがおばちゃんが結構広い道路に突っ込もうとしてる。で、俺に向かってあっちって言われても困る。わかんないよ。わかりませんよ、そんなの。とか、もうね、この一人行くじゃないですか。で、一人はね、これ撮影やってるからいいんですよ。撮影やりながらだからさ、こう喋りながらっていうようなね、形が取れるんだけど、かわいそうなのが帰りなんですよ。帰りは結構あれなんですよね、一人でまんじりともせずっていうね、音楽聴こうが何しようが、なんか寂しいですよ。ほんであと怖い思いした後だからね、連れて帰ってる可能性もあるわけで、ね、
はあ、どころため息多いな。まあこういうその山沿いにあるじゃないですか、こういうところはね。で山沿いにある時にそのいつも思うんだけど、こういうところに住みたいなっていうね、いつも思いますね。ただその思うのはいいんだけど、例えば新幹線東京駅行ったり羽田行ったりとかそういうのいろいろあるんですが、それが面倒くさいなっていう風になるとやっぱり主要なところになっちゃうなっていうね。でも今回ちょっと長めに大阪にいたんですが、大阪に住むんだったらやっぱり京都より奈良よりっていう風になるんだろうなと思いましたね。この先、僕実はそのいずれ関西に帰るんだったら奈良に住もうかなという風に思ってます。奈良ですよ、なんで奈良って言われますけどね、なんか奈良いいなって言って、ならんぞそんなことはとか言ってね親父ギャグのなんで出るのかっていうのをこの前テレビやってまして非常に面白かったですね。12歳ぐらいまでの子供ってのは止まらないらしいですね。なんかそういうくだらないことを口に出すとかそういうのが止まらない年代が12歳なんですまでらしいんですよ。で、12歳から前頭葉が発達してきて、その空気を、場を読むっていう風なのを覚えてくるわけ。だから今のならんぞとかいうのが思い浮かんでも、うわぁ、そんなん言ったら、親父ギャグだしなって言って、止まるんですって。それが、なんで親父さん、おっちゃんらは止まらないかっていうと、前頭葉の、衰えで、だいたい56ぐらいから、どんどん、その12歳に、50代だ。50代ぐらいから、どんどん、その、前頭葉の衰えが、ね、顕著になってきて、55ぐらいになると、その12歳の、その、ラインに戻っちゃうらしい。で、あとはもう、どんどん子供、幼児化していくわけだから、どんどん親父ギャグが止まらなくなっちゃう。おしっこ行くときに、では私これから執行猶予でとかね、そういうこと俺ね4人ぐらいから聞いてますからね、さっきのおばちゃんだはい、止まらないんだって。じゃあ俺今51ですよ、56からっていうのが平均ですよ。じゃあ俺56からどんどんこれからですよ、親父ギャグを連発するようになるんですよ。もうその時はね皆さんね殺してください僕をもう本当にねえ、わざとね、親父ギャグじゃんとか言われるために言いますけどね、ダジャレとかを。いやあんなになるようになったらもういつでも俺は死を選ぼうかなというふうに思いますね。なんでしょうね。だからダジャレとかほぼ言わないじゃないですか。それはまだ俺の場合は前頭葉がね、発達してるんだと思うんですよ。ただ僕は前頭葉付近にちょっと腫瘍みたいなのがあって、で、一時これどうしようかっていうのでね、大騒ぎになったんですね。で、もう田川さんこれもう手術は別にしなくていいと思って、いろいろも徹底的に調べたんでね、要はですね、子供の頃からある、生まれた時からある腫瘍だっていう。腫瘍っていうか形がね。で、これが本当はいい作用か悪い作用かっていうのもいろいろあるんだが、幸い田川さんにはなんかいい作用が起きてんでしょうね。というような話で。でもまあ、一応いびつではあるから、パンッと破裂したりなんかいろいろある可能性もあるんで、定期的にお願いしますねっていうような話にはなってる。でもね、そういうのあるからね、頭の回転も早くてですね、ね、小粋な、ジョークと言いますか、そういうのをガンガン出せるんでございますが、それだったらまた宙に受けるとかね、物体を消せるとか、ねえ、このキュッてやったらもう相手がうってなるような、そういう、やつをね、できたら、そっちの能力の方が良かったな。道間違えてるな、俺。
絶対これ今ナビが思いっきり離れたもんな。なるほどなるほど、そうかそうか。俺今日何も食ってないな。なんですけどもね、さあどこで後ろにいるからね、U ターンできないんですわ。貸してくれるありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。というのは、まあ何分ね、あの一人なのでですね、少々明るくても勘弁していただきたい今日このごろでございます。もうね、まあでもいい時期にねこの番組始めたなと思ってます。俺はあの日が暮れるのが早いじゃないですか。だからまだね非常にあれ、そういつもここ入るの間違えてたんだ。そう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 ね、はいはい、思い出しました。あの光ってんのだ、上のあれだよ。そうなんだ。俺実はね、あそこは、なんだあの集団。うわ、もうお墓だもん。お墓だもん。今なんだあの集団。うわー、これはないよー。うわー、もうこうですよ。ほらこれまだちょっと明るいぐらい、ほんのちょっと明かりもあるっていう状況です。これ行くんですよ今日。もうこのさ上のねてっぺんにあるこの無名戦士の墓と、慰霊碑というかね慰霊のところなんですけれども、そこに行くことになります。まあそんな感じなんで頑張りたいと思います。こっから先は有料でございます。後半もお待ちしてます。